いどうも。はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。見てくれてる方、これがあるってことは何かわかりますよね。ねえ、毎日動画今日も頑張っていきましょうってことね。評判が良かったの、これをね、トランプで聞きましたよ、この間。はい、前回の動画もしよかったら見てください、ね、そうじゃなくて、はい、今親しみ深い年賀状で、年賀状ね、まだわかんないです、切れるか。なんか感覚でいけるような気がしたの、俺投げてる感じで、ね、これ年賀状でもいけるかな。あ、でも前回は54枚のトランプだったでしょ今回3枚。うん、だから俺はやんないっす。ああそうね、俺だけもうめんどいんで、前回切ったっていうのもあって。そう、前回も俺全然だって投げらんねんだもん、ね、あ、4枚、4枚あるんだ、すごい、いいハガキ。しかもこれちゃんとね、友達に出すんで、それは、うん、見ますよ。はい、1投目、はい、3、2、もう終わる可能性あるからな。うん、そうだ、そしたら楽だな。3、2、1、いけそうだね、いけそうだね、いきますよ。3、2、1、ん、これ切れんのか、大丈夫か、いくよ。お、え、俺上手くない？すごいすごい、しかもカメラワーク的にこう、ちょっとお願いしますよ。もうえ、もう半分以上いった？今日急にすごいですよ、かなりいってるよね。もうね、もう何、羊がえ、もう落ちるぐらいの勢いじゃない？キュウリを食べようとしているのず、怖いテイスト。何回か見た、そのね。いや、後ろ、うわぁ、今、後ろにつけた紙で押さえられてる状況かもしれないんで、ちょっとその紙どかします。え、どう、いや、もう一回投げようか。状況としてはもう、キュウリは完全に傾いてますね。あれが倒るんじゃない、あれは。いい、こういう状況ですね。はい、お願いします。もう時間ないし、いやすよ、あれ、やった、うわぁ洗濯バサミとキュウいや、その絵撮ってみたい。はい、じゃあ洗濯バサミ、切れましたよ、キュウリ、洗濯バサミ、キュウリ、はい、ということで年賀状でキュウリを切ることができました。できましたね、今回も頑張りました。ということで、以上水溜りボンドでした。ありがとうございました。